感動的な、そういう感じ。なるほどね。なるほどなるほど。ただのストーカーやと思ってごめんね。もうなんか格子戸みたいな感じになった。これ何？穴みたいなのあるんやけど下に。え、誰誰誰、何これ、枯れ木の部屋、なんか怖いんやけど。何これ、絵のテーマ、絵なのかどうかもわからんけど、このカラスたちは誰やねん。え、大樹の部屋。え、若葉の部屋。あ、そういうこと、そういうことか。わかったわかった。絵を入れ替えればいいってことやね。発芽の部屋、種の部屋。ちょっと待って、これ以上ちょっとダメやね。ちょっと待ってね。え、これは若葉の部屋、若葉の部屋これじゃない。あー、ちょっと待って待って待って、カラスに、カラスに、違うの、違うの、種の部屋。え、なんかこっちにもあるんやけど。え、どういうこと。え、あ、これ、あ、順繰りに回ってくるってことか。びっくりした、そういうことか。枯れ木の、え、じゃあとりあえずこの何、枯れ木、あの枯れ木のところがおじいちゃんってことやろ。じゃ枯れ木におじいちゃん、はい。大樹、え、大樹どれ、種、要は成長段階ってことやろ。枯れ木、枯れ木、大樹、こっちから順番にってことや。ってことはこの種、種の部屋がこの子で、その次がこれかな、発芽の。違うの。あっちのふっくらしとる方がってこと。あれあれ、太っとるとかかと思った。幼いっていうことなんか。ちょっと仕組みが分かってるのに間違えるっていう、辛いわ。ちょっと待って、枯れ木、枯れ木、はい、枯れ木ね。そしてちょっと、はい、ちょ、種、種で、これが小学生ぐらいってことかな。発芽の部屋で若葉の部屋、最初私警察官かと思ったんやけど、あれか、学生帽ってことか。で大樹の部屋、なんかレバー出てきた。で枯れ木、はい。え、そっから脱出ってこと。でもあっこ開けたら田中おるんやったらさ、こっから出たら多分田中にすぐ見つかると思うんやけど。なんで見つからんの。すぐ横から出てきたやろ絶対。ねえ、確実に出てきたやろ。はい、そしてお、妹ちゃん、妹ちゃんめっちゃ可愛いんやけど、これ何、サッサバ。めっちゃ怖い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 。あの妹ちゃんの怒り方何。はい、ハサミ、あとは、え、何もないな。何、急になんか庭に出たよ。みかん、ザル、バット、ん、ザル、みかん、ふんふん、みかん剥いて食べて、あ、で、これがゲット。これなんなんやろ、札束なんかな。あ、そういうこと。ちょっと待って、これとこれ組み合わせるんじゃない、違う、え、違う、これな、え、なんだ、もう何もゲットできないのこれ。なんかね、私札束置いて罠みたいなのを作るんかなって思ったんやけど、え、違うの、え、違うの、何、何なの。ねえ妹ちゃん、え、妹ちゃん、ねえこれ何、全くわからないんだけど、これを切る。ふんふん、切った切った。切りました。で、ロープゲット。ん？え、ロープゲットしたけど、え、なんだ？ロープをゲットしたから何なんだ？お、なんか出てきた。あ、ほら、やっぱり罠や。私が多分ね、したいと思っとることは、ほらほらほら、これ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 、これがしたかったの。これでオッケー。どこに繋がったんこれ。わからんけど。よし、来い。金に目がくらめ、田中よ。これただの泥棒じゃね。人の家に入ってきてさ、札束を持っていこうとするとか、恐ろしすぎるやろ。はい、そして、妹ちゃんなんか切り株に腰掛けとる、超可愛いんやけど。
鍵があった。そしてうんうん、いやちょっと待って、そこの鍵、そこの鍵か、なんかでかい金庫がある。部屋の中がちょいちょい変わるんやけど、はい、鍵ゲットしました。でここ開ける。怖い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 。え、これでどれになればいいの、これ。違う。え、それが出てくるの。え、じゃあ間抜け面選んだ方がいい。間抜けのあのへのへのもへじ、はい、これゲットしてどうするの、かぶせる。なんかめっちゃ顔の形ぴったりじゃないこれ。ぴったりじゃない、そういうことじゃないの。これはこれ、このへのへのもへじ以外はダメなんや。なるほどね。じゃあへのへのもへじだけゲットして、はい、じゃあこれだけゲットして、あ、なんかある。これなにこれ、え、なにこれなにこれ。閉めとこ、見なかったことにするわ。いや怒られる、めっちゃ怒られるやん。え、でもあれわざわざさ、あんなところにあるってことはなんか関係があるんじゃないかと思うんやけど、はい、これは別に鍵とか関係ないんか。ん？あ、オルゴール、これでオルゴールで、あ、寝た。この切り株がいるってこと、何しに。え、何しにこの切り株いるの。とりあえずこれで、え、身代わり、身代わりの術、そういうこと。え、騙されんやろこんなのに誰も。え、すげえ、術がかかった、やば。え、すげえ。え、そういう感じ、何あれ、これあれ、なんか向こうから走ってきてバーンって突き破ってみたいな、なんか丸やったら向こう側何もないけど、不正解やったらなんか粉とか泥とかそういうのがあるみたいなやつ。妹ちゃんにまた怒られそう。んーっと、みかん、ちょっと、え、どういう状態、平面、平面になれるの田中は。全てを取ってはいけないのね。ってことは上の1個だけ取ればいいんかな。テーブルクロスは取れない。なんかこれ外せそう。何に使うんやろ。あ、なるほど、これでバツ。え、ってことは丸がどっかに、これ、これじゃない、違うんかい。違うんか、あ、これか。ちょ、妹ちゃんみかんあげるからその丸ちょうだい、食べてていいよそれ。はい、丸、これ逆にせんでもいいかな、そのまんまで大丈夫なんかな、どうだ。やっぱ逆にせんといかんのか。そのまんまじゃ親切になるだけなんか。オッケー、わかった。わかったよ。ってことだから、はい、これ外して、罰ゲット。で、みかんをゲットして、はい、妹ちゃんどうぞ。で、逆にやっといて、はい。これで、丸に飛び込め！イエーイ！これであれセメントやったりとかしたらめっちゃ最悪やね。固まってく。お、何あれ？ん？なんか一個だけ、一個だけフックみたいなのついてるんやけど。雲！かわいい。なんかこういうとこ開けよったらさ、田中出てきそうで怖いよね。あ、雲をぶら下げるってこと？北風と太陽的な？違う？ん？なんか見えたよね、今。あ、太陽や。燃えた！燃えた！燃えたよ！そういう感じ？ちょ、待って。北風と太陽やん、やっぱり。ちょ、待って。とりあえず、北風さんを置いておいて、見なかったことにします。え、これ、こんなもんで大丈夫？これで、あんなんつけただけで何？鍋つかみ？鍋つかみですか？太陽。太陽どこに置けばいいのこれ。
こっちに、あれ違うんや。あれどうすればいいのこれ。あ、これでいいの。なんか一緒になったけど。これで OK ってこと。熱風が来るってこと。そういうことね。やったー。よくわからんことばっかりやけど。はい、そして何これ。流氷？え、家族？これお父さん？かわいいんやけど。え、めっちゃかわいくない？え、なに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 ？一瞬で閉めてしまったけど、なんか化け物おった。やば、メデューサやん。この電気は関係ないよね。お父さんも関係なく、僕も関係ない。ん？この石も関係ない。帽子。このスイッチ、押したら絶対、あ、よかった、田中が出てくると思った。これで、はい、妹ちゃんにチョコレート。で、お父さんに帽子。お父さんに帽子必要？ちょっとわからんけど。あれ？鏡がゲットできるんかと思ったんやけど、違うんやな。なにこれ、どうすればいいの？あ、なんかあった。はい、これで、なんかゲットできました。鏡を取り外す。お、取り外せたぞ。これで跳ね返すってことやね。いけい。怖っ。あ、ダメやん、これ。待って、帽子。え、ゲットできた。え、ゲットできた。え、怖い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 。うわー、もうなんか田中を追い返すためにメデューサまで使っていく。やばいやばいやばい。はい、そして、あれ？また、キャットフード？バット。で、懐中電灯。猫ちゃん。なにこれ、何のステッキ？私、魔法少女になるわ。キャットフードあるけど。え、ちょっと待って。とりあえず、あれ？猫設置できない。ちょっと待って、いらないものいっぱいあるんだけど。ちょっと待って、魔法ステッキ。え、戻せない。戻せないよ。めっちゃ戻したいんだけど。てか、これ必要あるみたいなものめっちゃあるんやけど。どうすればいいのこれ。あれ、猫ちゃん帰ってった。なんもないやないかってこと？はい。じゃ、これで OK でしょ。あれ？これで食べる。あれ？食べるまんまか。なんどうすればいいんだこれ。なに、田中になった。怖い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 。猫耳つき田中になった。意味がわからない。詰まって、でも多分ここまでは合っとるんじゃないかなと思うんやけど。はい、結構正確に場所やっていかんかったら食べてくれんのやね。シビアやわ。これで？おお、でかくなった。これでいいの？てか、ドアタッチしてないんやけど。あれやったん？スモールライトやったん？スモールライト？ビッグライト？ビッグライトとかあるんやっけ？ドラえもんみたいな。何あれ？誰？なんか横にも何かしらかけれそうな。これ誰？ご先祖様？なんか、鉛筆。ふんふん。花の絵があったけど。おお？こんなところから。これをまた、外せないな。あ、なんかある。なにこれ？ファンデーション。ファンデーション。外す。外せない。これを外す。あ、枠を外すの。なるほど。で？あ、ゲットする。あ、とりあえずここに。え？それごまかせる？なんか他にさ、ごまかせるの？ごまかせんやろ。ちょっと待って、びっくりするんやけど。はい、バキ。なんでこれ今度は鏡を何もできないの？はい、ファンで。そして、はい、ゲット、縁ゲット、
だけど、どういうことや。え、なんなの。お化粧をする。お化粧してからの、ごまかせる、ごまかせるんかな、これ。これはいらないの。あ、ごまかせてる。そして一瞬でメイクが落ちる。ねえ、何あれ、でっかいハートクッション。誰、なんかロボットおるんやけど。鍵がかかっている。お、これか、鍵。はい。ん、え、鍵ゲットしたよ。え、どういうこと、何の鍵、こいつ、こいつに鍵使えないんですけど。別の鍵ってことかな。あ、何ここに鍵がかかっとるとかありすぎやろ、ちょっと。え、なんか全てに鍵がかかって、え、怖い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 。包丁ゲット。なんかいろんなとこに鍵かかっとんやけど、怖くない、ちょっと。え、どういうこと。え、なんか新たな鍵出てきたよ。この、で、玉ねぎ。え、玉ねぎゲットで、切る？切るの？お、鍵が出てきた。で、ここ？違う、別の場所の鍵。これ？あ、これはこいつか？え、違う、こっち？なんか続々と鍵で、ちょっと楽しいんやけど。はい。は、鍵が出てきた。はい。ここ？窓か。こっち？ありがとう。で、これ？どんだけだよ。どんだけくれ。え、あと何か鍵が必要なとこあった？え、もうなくない？あ、猫ちゃんゲットできないね。え、ゲットできないし、玉ねぎはみ出してるよ。大丈夫？え、これ、もうここに隠れればいいんじゃない？金庫の中、ダメなん。え、あと何？え、もう何もなくない？え、どうすればいいんこれ。え、ここ、え、なに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 、これ終わりってこと。あ、鍵落としたよ。え、てか田中と普通に仲良く出ていきようんやけど、どういう。あ、拾ってくれた。てか鍵かわいいな。これがお前の心の鍵なのか。心の鍵、どういうこと。なんかちょっと感動的な。先生と学校へ行こう、みんな待ってるぞ。先生、田中先生、先生だったの。あ、じゃあこの男の子は引きこもりってこと。あ、そんなに大きさの差あったんや。なるほどね。あ、じゃあ田中、毎朝田中が迎えに来る。田中は先生、田中先生がなんかこの男の子を学校に連れて行こうと頑張りよったってことか。全然ストーカーじゃないやん。何最後の最後、感動的な。感動的な、そういう感じ。なるほどね。なるほどなるほど、ただのストーカーやと思ってごめんね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってましたので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、でもこの男の子さ、なんか田中のことを振り払って普通に外行きよったよね。学校には行かんけど引きこもりではないんか。え、不良。そういうこと。